ハンス・マカルトはアカデミック美術に属するオーストリアの画家。画家の王と呼ばれた19世紀後半のウィーン美術界を代表する人物であり、当時のウィーン社交界の中心人物として君臨したレジオンドヌール勲章の受賞者である。代表作に五冠、カール五世のアントワープ入場などがある。アルフォンス・ミューシャやグスタフ・クリムトなど若い頃に マカルトの影響を受けた画家は数多い。1840年5月28日、宮廷管理の息子としてオーストリア帝国ザルツブルクに生まれた。幼少期に父親を亡くし、叔父の世話を受けながら絵画の勉強をした。若い頃はミュンヘンの美術アカデミーで研鑽を積んだ。21歳の時に歴史画で有名なカールテオドールフォンピローティに支持し、 同時期にフランツフォンレンバッハと知り合う。マカルトのアトリエミュンヘンでの修行の後、さらに4年間イギリス、フランス、イタリアで腕を磨き、1869年に、区内長官、ハンスビルチェック伯爵に勧められて、ウィーン美術アカデミーの教授招兵に応じた。ウィーンにやってくると、20代後半という若さにして、たちまち、ウィーン画壇のみならず社交界の中心人物となった。 マカルトは、自らのアトリエを単なる仕事場とはみなさず、自身の美的世界を構築する場とした。きらびやかな飾りのついた、ドイツルネッサンス風の筆の上に、シナの仏像や、テラコッタさんと思われる異境寺みた、ギリシアの製造が置いてある。後期老マ様式の二つの柱に支えられた天外の、下には、一線の甲冑、古代イタリア風の戸棚には、金と真珠の織り込まれた。 オリエントのカフィアのコレクション。竹のある暖炉に似た置物、その幻想的な木彫りの縁飾りには、軽快なフォルムを描く二つのアレゴリーに守護された女の胸像が遺釈を送っている。スミルナさんの絨毯とゴブランウォーリが壁を覆い、古代、イタリアやオランダ人の作品を思わせる立派な複製、画がそこにくっきりと浮かび上がっている。大胆なフォルムのシャンデリア、釣り、ランプ、 女の形をした照明具が天井板に視線を引きつける。マグサや室の隅々にはアンティークや中世の武具。人々は、胸像、動物の骨、アマツ再生、胸畜もも、楽器といった品々に取り巻かれ、ブルリューの家具や造眼細工の椅子に座り、まばゆいばかりの作装の中に、次第に芸術的な調和を見出してゆくのだ。マカルトの部屋を訪問した。 あるものの記録このアトリエの素晴らしさが評判になると、マカルトは1871年にこれを一般公開し、さらに1873年頃からは芸術家や名士を招いては祝宴を開くようになった。かくしてオーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世から提供されたマカルトの豪壮なアトリエはウィーンの上流階級の社交場と化した。彼は、 マカルト棒などのファッションも生み出した。アトリエには不にょ箱が置いてあり、友人はそっとお金を借りていくことができた。皇帝夫妻の銀婚式パレード用の衣装を着た。マカルト・マカルトは画家の王と呼ばれ、教授した名声と、富は画家としては、ピーテル・パウル・ルーベンス以来、最高のものであった。その、ルーベンスの生誕300年を記念して制作した。 カール5世のアントワープ入場は1878年の初め数日のうちに3万4千人もの見物客を集めたという。マカルトはケルントナー通りに面したカフェシャイドルの常連であった。このカフェでマカルトを見たヘルマンバールは次のように証言している。ベネチアスタイルの黒ひげの小男がカフェシャイドルの窓際の席に着き、チスに興じていると、 ケルントナー通りの通行が毎日脅かされた窓の向こうのマカルトを見物しようとする人々でカフェの前の道が混雑したというマカルトの人気ぶりを示すエピソードである。マカルトはウィーンの壮大な建築物の装飾を最も多く手がけたであろうと推測されている。マカルトは時代の長寿だったがしかし彼に対する批判が存在しないわけではなかった。 1873年から1876年にかけてマカルトと同じくウィーン美術アカデミーの教授だったアンゼルム・フォイエル・バッハはマカルトのことをデッサンも配色法もなっていない誰の体にも合わない洋服の仕立て屋であるなどとこき下ろした。1879年ウィーンアカデミーの教授に任命され同年4月27日の皇帝夫妻の 銀婚式パレードのプロデュースを手掛けた。これがマカルトの絶頂期であった。ウィーン芸術家協会から派遣された5名の代表のうちマカルトは行列全体のデザインと演出を担当した。歴史主義建築が立ち並ぶリングシュトラーセをマカルトが考案した豪華な出汁を交えて16世紀風の衣装に身を包んだ人々が行進する様は まるで人のの歴史画を見るようであったという。パレードは大成功に終わり、その評判は遠く新世界にまで伝えられた。1881年、バレリーナとの結婚を境にして、上流社会から次第に遠ざけられるようになった。1884年10月3日、梅毒による麻痺のために44歳で死去した。葬儀は盛大に営まれ、 王皇貴族を別にすれば、1910年のウィーンの名物市長、カールル・エーガーの葬儀まで、マカルトのものをしのぐ規模の葬儀はなかった。墓は、ウィーン中央墓地にある。マカルトの死後、グスタフ・クリムトが、その継承者とみなされた。やがて、マカルトの残した、極彩色で、驚楽的感覚の巨大な絵画は、芝居じみた下品のものと捉えられるようになった。 近年になってマカルトは肖像画の分野でも再評価されるようになった。ウィキメディアコモンズにはハンスマカルトに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。